皆さん、こんばんは、ティーンダイの役場、金太です。桃太郎伝説情報、今日の桃太郎伝説情報、あった、いいだ、こんなカード。今回は、芸人のカードいきます。吉本芸人カード、いいですね、はい。陣内のネタ人ってやってました、はい。キングですよカード、キングボンビーに変身する際に、キングですよカード、これ笑うね、はい。キングですよ、60億ですよ、これ驚きですね、はい。あとは、ジョイマンカード。7マス進める。だじゃね。あとは、まあ、チョコプラカードですね。チョコレートプラネットカード。1個さんを選ぶと、なんと、10個。どんだけー。そして、さらに、泉元哉さんだと9歩と同じ。1マスしか進めない。あ、ストロギー、ストロギー、ストロギー。あとは、まあ、そうですね。はい。ミルクボーイカードいきます。おかんが言うには、その後、なんとかやらないかというクイズ、選択肢に答えるクイズ、外したら罰金、正解すれば何もしない、これただの、はい。あとは、まあ、吉本といえば他に、そうですね、霜降り明星カードもいいし、ミキカード。あとは、まあ、いろいろありますけどね、はい。あとはまあ、そうですね。プロ野球チップスカード、ペタジーに出たキングコンビの変身に使えますね。和田和弘カードだったら、和田玉泉として一マスしか進めない。最高1、2しか進めない。その3ヶ月後には5、6進める。和田玉泉的なカード、いいですね。はい。あと、小笠原道夫カード、3マスしか進めない。3割30本男だということで。あとはまあ、そうですね。迷宮会、工藤公康カードもいいし、稲葉篤則カードもいいと思います。はい。あと、ユーチューバーカード。あと、ヒカキンさんですね。バンユン、カジサック、ユーチューバーカード。ツタヤのカードはいらないですね。はい。あったいいな。オリジナルカードでした。バイバイ。